どうもこんにちは、三浦です。今回のルイージーマンション3のエンディングはラスボスのキングテレサをやっつけた時のルイージーの所持金を使ってこのホテルの跡地に小山博士の屋敷を作るというエンディングになっております。クリアした時のルイージーの所持金の額によってエンディングが3つに分岐していくんですけども、この分岐というのが小山博士の屋敷がどんどん豪華になっていくということです。クリアした時のルイージーの所持金が39,999 ゴールド以下だと C ランク、そして B ランクは40,000ゴールド以上、最高ランクの A ランクは70,000ゴールド以上でクリアというのが条件になっております。さて今回の動画で検証するのはですね、それでは所持金0ゴールドでクリアしたら小山博士の屋敷はどんな屋敷になるのかっていうのをね、検証していきたいなと思います。さあまずルイージーの所持金を0にする方法なんですけども、まずですね、この霧のいいところまでお金を集めます。これなかなか霧のいいとこ集めるの結構大変だと思うんですけど、ちなみにこのゴールド1枚で1ゴールドなんだね。なんでこれで調整ができるな。さあちょっと金の延べ棒でどれぐらいいくのかな。今57、あ20だねこれ1本で。あー超えてしまった、悔しい。お、あと1枚。おー、よし。さあじゃあもうあとは用はないのでベースラボ戻ろう。さあベースラボに戻りましたらですね、こうショップチャンネルがあるのでここでお買い物していきます。で1個1000円なので、あ1000ゴールドなので調節して1000ゴールド単位でお金を霧のいいところでね集めてきました。でこれ買いまくればですね、所持金がどんどんゼロになっていくはず。はい、これで所持金のゴールドがゼロになりました。まああとはラスボスのキングテレサをやっつけるだけ。こっから一直線にキングテレサがいる場所へ行くわけなんですけど、間違っても1ゴールドでもね、落ちてるお金を拾わないように気をつけながら。一番気にかかるのがあれだよね、キングテレサ攻撃してる時にお金多分出てこないと思うけど、それお金出てきてしまったらね、ちょっと台無しになってしまうので、それがちょっと心配ですね。さあ到着、キングテレサのとこまで到着しました。今んとこお金はね1ゴールドも全く拾ってない。ちゃんと0ゴールドっていうの出てるね。お、やばい、クモ出てきた。あれを攻撃してしまうと、あー間に合わなかった。ちょっとクモはあのゴールド出てしまうからちょっと危ないな。あ危ない、このお札拾わないように。多分そのうち消えると思うから。うー、また出てきた、やばい、クモ。お、よかった、0ゴールドでクリアできましたね。うわ、途中クモが出てきたからね、クモあのやっつけるとお金出てきてしまうので、それ拾わないかどうかヒヤヒヤしたけど。さああとはエンディングだね。そう、キングテレサをやっつけたことによってこのホテルが崩壊してしまって、この跡地にルイージーの所持金を使って小山博士のこの屋敷を作るっていうエンディングになるんですけど、さあエンディングが始まりました。こっからしばらくこのエンドロールが流れてる間、この屋敷をこう作っていくっていう、そうですね、こういうのが流れていくんですけども、
エンドロールが完全に終わった後に、そのどういった屋敷ができるか、あの見せられます。それは今回どういう感じになるのか。お、ということで結果が分かりました。お金がゼロでも結局ランク C で1階建て、これ1階建てなのか、攻略サイトには1階建てって書いてあったんですけど、これどう見ても1階建てじゃないね、これね。まあでもランクが高くなるにつれて、小山博士がこう上にどんどんでかくなっていく、豪華になっていくんですけども、ゼロゴールドでも家は建つというのが結果でした。